X 線と可視光による銀河 n g c 2 7 7内の IB 型、超新星 2008D なさいージ。IB、IC 型超新星は、超新星の分類である。これらの構成は、水素の外装が脱落しており、イヤ型超新星のスペクトルと比べると、ケイ素の吸収線が欠けている。IB 型超新星と比べると、 IC 型超新星はヘリウムでできた外装まで欠けている。この二つの型はまとめてストリップドコア、コラップススパーノバイとも呼ばれる。超新星が観測されるとスペクトル中の吸収線に基づいたミンコフスキーツビッキーの分類に従って分類される。超新星はまず I 型と2型に分類される。2型超新星は水素の吸収線を持つのに対して I 型超新星はスペクトル中に水素の吸収線を書いている。I 型はさらに i 型、IB 型、IC 型に細分される。IB、IC 型は i 型と比べ635.5ナノメートルの波長の一過軽素イオンを書いていることで区別される。また、時間が経つと IB、IC 型のスペクトルは酸素、カルシウム、 マグネシウムの吸収線も示すが、イ型のスペクトルは、ほぼ鉄の吸収線で占められるようになる。IC 型は587.6ナノメートルのヘリウムの吸収線も書くことで、IB 型と区別される。進化の最終段階に達した、大質量構成の玉ねぎのような、相乗構造超新星になる前、進化の最終段階に達した、大質量の構成は、 異なった種類の元素が層を作る、玉ねぎのような構造になる。最も外側の層は水素であり、内側に行くに従って、ヘリウム、炭素、酸素等になる。そのため、外側の水素の層が剥ぎ取られると、主にヘリウムからなる、次の層が露出することになる。非常に厚く質量の大きい構成が、構成風によって大きな質量喪失が起こる、進化の段階まで達すると、 このようなことが起きる。非常に質量の大きい構成は、毎年10から5を太陽質量を失うことがあり、これは10万年で太陽 IB、IC 型超新星は、構成風、または晩星への質量転移によって、水素とヘリウムの層を失った、大質量星の核が崩壊することによって、発生すると考えられている。IB、 IC 型超新星爆発を起こす構成は、強い構成風化対応質量の3倍から4倍の、近接板星との相互作用のために外装を失う。急速な質量喪失は、ウォルフライエ製でも起こり、これらの大質量天体は、水素の吸収線を欠いている。IB 型超新星爆発を起こす構成は、水素外装のほとんどを失っているが、 IC 型超新星爆発を起こす構成は、水素とヘリウムの両方の層を失っており、IB 型よりも喪失が大きい。ある面では、IB、IC 型の機構は、2型と似ているが、IB、IC 型は、I 型と2型の間に位置づけられる。その類似性から、IB、IC 型はまとめて、IBC 型と呼ばれることもある。IC 型超新星の一部は、 ガンマ線バーストの起源になっているという証拠がある。しかし、水素を喪失した IBE、IC 型超新星はガンマ線バーストにはなれないとする理論もある。いずれにしても、天文学者は、ほとんどの IB 型は、またもしかすると IC 型も白色矮星の熱核暴走ではなく、核の崩壊の結果として発生すると考えている。非常に、 大質量の構成の数が少ないため、IBIC 型超新星の割合は、通型超新星の数と比べて少ない。通常、新しい星形成のある領域で見られ、大円銀河内では見られない。気候が似ているため、IBIC 型超新星と通型超新星は、まとめて、コア、コラプススパーのバイと呼ばれる。特に、IBIC 型超新星は、 ストリップドコア、コラップススパーノバイと呼ばれる。IB 型超新星の高度曲線は、形態によって変化するが、イヤ型超新星の高度曲線と似た形になることがある。しかし、IB 型の高度曲線は、イヤ型のものよりもピークの高度が低く、より赤型によっている。スペクトルの赤外線部分では、IB 型の高度曲線は、2L 型のものと似ている。また、 IC 型と比べると、現行の速度が遅い。イヤ型超新星の高度曲線は、天体までの距離を測定するのに有用である。つまり、標準光源となりうる。しかし、IB、IC 型のスペクトルと似ていることから、距離の評価を行う前に観測サンプルから校舎を注意深く取り除く必要がある。ありがとうございます。